民人、この人民人っていうのは裏では暴力を振るったりだとか拷問をやっていたりだとかバイオレンスなことを結構やっているような組織だったと。300万人を処刑したっていう悪夢のような出来事が起きてしまった。嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。まあ冬休みになっている方も多いんじゃないでしょうかということで、はい、まあ、冬休みになったらやっぱ外出する人も多いでしょうということで、外出することが多いということはやっぱりね、怪しい人と遭遇することもちょいちょいあるでしょうという、まあ、いろんなとこ出かけるからね、本当に。ということは今日は宗教の話ですね。はい、存じの通り。存じのやっぱ2020年やばいな。やばいよ。おめえにだけは言われたくねえ。俺ずっとやばいから大丈夫。宗教って怖いよ。あくまで都市伝説ですから。あくまでね。そうそういうこと。俺に関してはすげえ声かけてきますよ。ああそうね。あくまで都市伝説です。本当にもう先に言うけど信じるか信じないか。あなた次第だからね。先に言っときますよ。先に言っときます。自己責任だから信じないから。あなた次第だから。アレフ。まあこのアレフというのが、はい、この意思を継いだグループがアレフって言われております。あ、意思継いでんの？そうそうそう。詳しいことはちょっとおのおの調べてもらって自己責任よ。まあそうだね。それはそうだ。めちゃくちゃビビって安心してくださいね。この次からはね深くいきますから。そう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 。日本は静かにしとく。人民人、1956年ジム・ジョーンズという人物によって創設された組織でございまして、まあアメリカの日本じゃないんだ。そうそうそう。じゃあこの人民人って何をやってるかっていうと、貧しい人に家とかを提供したり仕事を与えたりとか、そういうね手助け差し伸べてるんですね、貧しい人たちに。いやいいいい、それは素晴らしい。だけど裏でやってることがちょっと過激なんですよということなんですね。表向きだけだ。組織を奪回した人が告発した内容なんだけど、どうやらこの人民人っていうのは裏では暴力を振るったりだとか拷問をやっていたりだとかバイオレンスなことを結構やっているような組織だったと。でこのことがメディアで報じられて、ジム・ジョーンズ自体もバッシングされるようになったと。でそれで身の危険を悟ったジョーンズは1974年に1000人近い信者と共に南米へと下ったと。ジョーンズ率いる1000人がそこで生活してたことから、ここはジョーンズタウンと呼ばれるようになりましたと。アメリカの国会議員がここにちょっとインタビューみたいな感じでちょっと突撃したんですよ。突撃した結果、そこのうちのメンバー1人が「私脱会したいんです」と「どうにか助けてください」ってその国会議員に言ったんよ。でその国会議員も「よし分かった」ってなって、脱会したい人とジャーナリスト3名空港まで逃げようとした。逃げる途中で人民人のメンバーに銃で殺されてしまったんですね。でジョーンズはこの次の日にもう限界だなって、その日の夕方にそこに住む人900人で集団自殺を行った。900人。ジョーンズ自身も最後はもう拳銃で自殺しております。本人もそう、本人も宗教そういうの怖いよね。なんかもう入り込んじゃうとね、本当になんかそういう洗脳されてるもん。そう、世界平和統一家族連合、ちょっと長いんで家族連合と呼ばせていただきます、はい、この組織はまあカルト宗教として有名で、マインドコントロールとか、まあ、洗脳とかでどんどん信者を増やしていったと。ここにいれば救われますよとか、でこの家族連合の有名なものとして合同結婚式というものがあります。これ何十組何百組というカップルで一斉に結婚を行うというものです。合同結婚式を家族連合では祝福と呼ぶらしいですね。でこの祝福は3日間にわたって行われるんです。めちゃ長い一大イベントだ。その内容っていうのも結構複雑で、まあざっくり言うと、まあいろんな順序があって、まず最初にじゃあお祈りをしてとか、その次に聖水とかで体を清めてとか、でそれを3日間やるんだけど、3日目の最後に衝撃的なことをやるんですね。誰かが死ぬ。あ、違いますね。子供に虐待するんです。世界平和統一家族連合の教えの中に、人間はサタンの血筋で悪魔であり、合同結婚式祝福で結婚して初めてサタンの血筋から解放される。というものがあります。世界平和統一家族連合の信者で、合同結婚式前に子供がいたら、その子供はサタンの血筋の子供ということになり、差別の対象となり、信者からの虐待や嫌がらせを受けて、悲惨な人生を送るとのこと。やめりゃいいのにね。でも、そこがまたちょっと。まあ、宗教の闇ですよね。そうですね。洗脳がゆえに。クークラックスクラン。CCC。あ、惜しいね。KKK ですね。ああ、そっちの発音か！結構見た目が結構特徴的で、見たらわかると思う。へぇ、あれか。そう、これ見たことあるでしょ。そう、見たことあるでしょ、みんなこれ。怖っ。そう、これがクーク。いいよ。じゃあ一体この人たちどういう組織なのかっていうと、白人至上主義なんですよ。白人差別ね。ああ、やばいやつだ。本格的にやばいやつ。この KKK がどのように組織をでかくしていったかと言いますと、ある世界的な事件がきっかけででっかくなっていったんですね。事件。その事件の名前が第一次世界大戦。アメリカなんですよ、KKK のもね。第一次世界大戦が始まるって時に、ドイツと戦ってたわけよね。だから、反ドイツみたいな思想を持っていて、そこのドイツの情報収集する諜報団体としての役割を担っていたんですね。アメリカを他の国から守ってるぜみたいな感じをもう主張して、それで KKK がどんどんでかくなっていったんですよ。でかくなっていったのをいいことに、どんどん好き放題やりかすんですね。1925年にスティーブンっていう人物がいまして、このスティーブンっていう人物が黒人系の女性を白人だ、ごめん、白人だわ。白人系の女性を酒に酔わせて拉致したんですね。強姦したんですよ。次の日解放したんですね、その女性を。でその女性が言ったセリフっていうのが、必ず法があなたを裁くわって言ったんですね。それに対するスティーブンソンの回答っていうのが不敵な。ずっと笑ってるね。ソファー揺れてんだよ、小刻みに。黒人がもうそう入っちゃった。スティーブンソンが不敵な意味を浮かべて、私が法だよって言ったんですよ。 KKK である、そう KKK に属している俺らが法律だと。このことがメディアで拡散されていって、どんどん衰退していきました。なるほど。クメール・ルージュ、カンボジアの宗教組織なんですよ。ポルポトっていう元首相が筆頭にこの組織が出来上がりました。首相が筆頭なの？この組織というのがね、凄惨な事件を起こしてしまったんですけれども、その凄惨な事件っていうのがキリングフィールドと言います。なんか聞いたことある。お、あるか。キリングが殺す。フィールドはまあ場所とかそういう意味。だからこれを2つ合わせて処刑場って意味なんですよ。1970年代っていうのが、その当時カンボジアっていうのはアメリカとか親米派がカンボジア政権を握っていたんですよ。だからそのもともとそこに住み続けていたカンボジア人にとっては、ちょっとこのアメリカに支配されてるっていう感じがあったわけ。だからこれに結構不満を持つ人々が多かったわけ。ここで出てきたのがクメール・ルージュだったんですよ。俺らが元のカンボジアに戻すぜみたいな。英雄ですよ。なるほど。で実際に政権を奪い返した。だからポルポトとかめちゃめちゃ英雄だったわけなんだけど、この映画はなかなか長くは続かなかったと。というのも、この人が掲げてた思想っていうのが、原始共産主義といって、どういうことかって言いますと、昔原始時代で平等だったじゃんみたいな。平等でみんなで協力して、幸せに生活してたじゃんっていう、その感じに戻ろうよっていうことです。めっちゃいいじゃん。いいように見えるけど、あ、また表だけ行き過ぎた考えなんですよね。まあでも言うても資本主義の人が多いわけですよ。そのお金を使って何かやるみたいなことをする人が多いわけで、だから結構反対する人も多かったと。その反対する人を片っ端から処刑していったんですよ。ちょっと行き過ぎた平和というか、しかも政権を奪った後でしょ。政権を奪った後です。やばいよ。主にナタとかが使われたらしいです。ナタとか刃物とか。さらに行き過ぎてるポイントとして、知識がありそうな人とか、メガネをかけてる人とか、そんな判断基準でバンバン処刑して、もうあまりにも行き過ぎて、当時900万人っていう国民がいました。これの合計の3分の1である300万人を処刑したっていう悪夢のような出来事が起きてしまった。300万ってそうそうないよな。桁がちょっとやばい。いや、桁がちょっとレベルやばいよ。普通にやばいんですよ。これは現在は処刑されてます、このリーダー。まあこういった組織はね、やっぱり特徴としまして、最初はいい風に見せかけるっていうのがね、やっぱどのグループも結構共通していることで、で実際に入りまして、過激なことを加担してしまったりだとか、そういうパターンが多いらしいですね。しかし、来た。左手が来たぞ、久々に来る。頑張ったな。神の左手が来た、神の左手が来た、来た。まあ要するにね、宗教なんて何でもいいと、まあ、そんなものやってやるなと。信念は自分の心の中にあるんだよっていう。ありがとうございました。なんかもわっとしてた。宗教なんてトップがいるわけじゃないですか。他人のね、真相なんだ、真相っていうんですか、真相とか思想なんていうものをこうやる必要ないわけじゃない。自分でいきましょうよ。まあその通りだね。正義を張りで俺最後にね、もう一度言っていきましょう。あくまで都市伝説です。信じるか信じないかはあなた次第です。